種類をたくさん作ってまして、もう年間として60品目ぐらい作ってて、それも全部あのハウスを使わずに露地栽培で有機農業で作っているというのが一番の特徴だと思います。特に今年に入ってからなんですけども、熊本県下で有機農業ですっていうふうに言って作ってる人たちのデータを全部取ることになったんですね。これだけの面積を作ってこういう経営実績でやってる人がいる、データだとか整理していくと取り組みやすくなるわけですよね。新しい人とか外部から農村に人を招かないと農村ってやっていけないですから、その中で特に有機を望む人が多いんですよ。だからそういう人たち そのやっていく上で の基礎資料になるということで、今が本当にそのこれから整備していくための一番大事な時だと思ってます。お店なんかで売るっていう形がもうそもそもなかったもんですから、消費者に直接届ける形で始めたんですね。でそうすると消費者の方はこう何かを作りたいから店で買うっていうんじゃなくて、来た野菜を見て1週間の献立を立てるという形になって、もう食生活のあり方がだんだん変わってくるんですよ。そしてそれを1年間続けると本当の旬のものっていうのは何かっていうのを体が覚えるわけですよね。でそういう人たちが中心になってこう声をかけてくれるようになり、また新しく入った会員にもその使い方とかいろんな方って教えてくれるような会員になってっていうことで、食べること自身が環境を守ったり変えたり農業のあり方を変えていくんだということを一緒にやっていくという、だから単なる売り手と買い手では全然ないです。一緒に歩んでるという会ですね。そうですね、まず熊本の力が大きいと思うんですけども、やはり熊本のシールと合わせて有機ジャスを表示すると、あ、熊本県の有機だっていうことがもう一目で分かりますから、やっぱりそういうインパクトはすごくあって、同じ生産者の中でももうすでにそういう形で取り組んでる人なんかもいるんですね。だからうちもぜひそういうところを次の段階では広げて、特にその都市部とか県外なんかのところでもこう広まっていくようにですねしたいとは思ってます。